弦楽器、弦楽器、弦楽器ともとは、弦に何らかの刺激を与えることによって得られる弦の振動を音とする楽器の総称である。弦の振動を得るために、弦とそれを聴力を持って貼っておく装置を備え、多くの場合は得られた音を共鳴させて、音を拡大するための装置を持つ。楽器分類学では、弦なる楽器と呼ぶ、弦を弾く、または弓の鶴で弦を擦る。 または弦を叩くことによって弦に刺激を与えると弦が振動して音が得られる。主たる、刺激の与え方により発弦楽器、殺弦楽器、打弦楽器に分類することができる。ただし、これらの奏法は必ずしも楽器ごとに固定しているわけではなく、様々な方法で音を出すことができる。例としてなど、蒸気分類以外の方法でも演奏可能である。チェンバロ。 ピアノ等の演奏者が直接弦に触れないものは普通弦楽器ではなく鍵盤楽器に分類される。弦楽器では共鳴体によって音の高さが決まる。管楽器と違い、発音体たる弦の振動数、周波数によって音の高さが決まる。弦の振動は一般には非線形現象だが多くの弦楽器では以下のような一次元の波動方程式によって十分に近似できる。 フォーミュラ1また多くの弦楽器では弦の両端は固定されているため以下のような境界条件を満たさなければならない。フォーミュラ2この弁微分方程式の解は一般にフォーミュラ3ただしフォーミュラ4でありフォーミュラ5は初期条件に依存する定数で表される。この解の内音として現れるのはコサインの部分である。これは振動数フォーミュラ6の波の輪になり n イコール1の波が、気温 n イコール2、3の波が、それぞれ、第2倍音、第3倍音に相当する。これらの倍音の比率は、弦楽器の音色を決定する要素となる。弦の基本振動数は次の式によって得られる。メルセンヌの法則。フォーミュラナ、ナ F、周波数リットル、弦の長さ t、張力、シグマ、単位長さあたりの質量このように、 振動数は弦の長さ、弦の張力、弦の単位長さあたりの質量を、弦の太さ、弦の密度によって変わるので、複数の高さの音を得るためにはこれらを変更すればいいことになる。そのために次のような工夫がされる。多くの弦楽器はこれらの中から一つ以上の方法によって音の高さを変更している。例えば、エレキギターでは異なる高さの弦を六本張り。 弦の振動する長さを短くするために、指板やフレットとバレる装置を備え、さらに演奏に当たって、弦を横に弾くこと、チョーキングにより、聴力を変える。弦楽器では、弦と空気の音響インピーダンスマッチングが悪いので、弦の振動だけでは、かすかな音しかしないことが多い。聞こえる音量を増大させるために、一旦弦の振動を、空気の音響インピーダンスにより整合した。 別の振動体、振動板に伝えてから空気中に複写させる、いわゆる共鳴の原理が用いられる。ほとんどの弦楽器の銅は、この共鳴を実現するために作られた共鳴銅である。その形状は大きく分けてとなるが、最初の二種は、位相置科学的には同一である。ピアノのように単一の板の共鳴体を、響き板と呼ぶ。 共鳴道の形状は特定の周波数での鋭い、共振を避け、幅広い音域で滑らかに共鳴させるために、曲面や曲線で囲まれた平面で構成される。例えば、リュートやウードにでは一面は平面であるが、多面は半球である。稀に裏板が平面であるコントラバスが存在するが、これは、ビオール族の名残であり、現在は、多くが曲面である。 ギターでは表裏の板は平面であるが側板は曲面であり、さらに銅の内側で部分的に振動を抑制するような構造、ブレーシングで共振点の分散を図っている。共鳴銅から発する音は通常楽器の音量の大きな部分を占めるので、その材質、寸法、形状、仕上げ、他の部品との接合の具合などは楽器に音質に大きな影響を与える。 共鳴道の材質は、その適度な内部損失、加工のしやすさ、耐久性、入手の容易さから、木の薄板や組木を板状にしたものが多く、三味線のように一部に動物の舐めし側を使ったものがある。共鳴道の最初は太鼓であっただろうと考えられている。楽器分類学的には、共鳴道を中心とした楽器の構造で分類される。それぞれに含まれる楽器は口実。 弦は、和楽器においては、糸と呼ばれ、古来、剣士、幼鳥、ガットなどを材料に作られてきたが、現在では均質性、安定性、耐久性などの点から、合成繊維、ナイロンの弦を使うことが、一般的である。ピアノでは、聴力が非常に大きい、1本あたり平均約 80kg 重ので、特殊な光線、ミュージックワイヤーを使う。低音用の弦では、 質量を稼ぐために、ナイロンや鋼の新線の周りに銅などの金属の線やテープを巻く。エレクトリックギターなどの電気楽器は、通常電磁ピックアップで弦の振動を拾うので、鉄、ステンレス鋼やニッケル合金などの磁性体でできた弦を使う。ゴムバンドが弦として用いられる例がある。弦が複数張られるとき、必ずしもすべて違う音の高さに張る必要はない。 2.3本ずつ並べて同じ高さの音に張り、まとめて演奏することもある。この一組をユニゾンといい、ユニゾンの数によって何コースの楽器と呼ぶ。例えばマンドリンは2本ずつ4コース8弦の楽器である。ピアノは鍵盤の数、普通は88だけコースがあるが、超低音域では1弦1コースだが、低音域では2弦1コース、その他の音域では3弦1コースである。 これは音量を増したり、2本を同時に弾こうとすると、少しずれて2度鳴ることなどを目的とする。多くは、演奏源と表板の間に貼られ、直接弾かれることはないが、演奏源の特定の音に共鳴して、響きを豊かにし残響を持たせる。シュタール、サロード、サーランギなど、インドの楽器に特に発達しており、また中央アジアの楽器にも多いが、西洋楽器にも、ビオラダモーレなど、 共鳴弦を持つ楽器がいくつかが知られている。現代のピアノでも、ハンマーが叩かない、共鳴弦を持った製品が市販されている。また、共鳴弦を持たない楽器でも、演奏弦の解放弦は、共鳴弦と同じ働きをする。弦の端を楽器に固定するために、結びつける部分を糸口止め、テールピースという。三味線、呼吸ではネオ、ネオという。一方、 棒に巻きつけて棒を回すことにより、聴力を変えられるようにしたものを糸巻き、ペグという。和楽器では糸巻きのほか、ネジ、天守、天樹、天神、天神などとも呼ぶ。ギターのようにフレットがついていたり、開放弦を多く使う楽器や、コントラバスのように弦の聴力が大きい楽器では、演奏中の聴弦の安定性を高め微調整がやりやすいように、 ウォームギアを使った、開式のものを使う。弦の途中で弦を押さえ、実際には下から押し上げるような形になる、弦の振動調を限定するとともに、弦同士の間隔を適正に保つ、複数弦の場合部品を駒、ブリッジという。駒は、糸口止めや糸巻きの手前につけられる。特に強鳴度や、響き板の上につけられる駒は、弦の振動を、 共鳴度に伝える重要な働きを持つ、糸巻き側を、紙駒、銅側を、書くということがある。エレキギターなどでは、下駒の位置を、各弦ごとに、弦の長さ方向に、ネジで微調整できる、イントネーション機構を持つものが多い。これは、弦を押さえた時の張力の増大による弦の伸び具合が、弦の材質や太さによって、微妙に異なるため、実行的な弦長が、 設計値と一致せず、高フレット位置で音程が全般的にずれることを欲するためである。イントネーション機構は、弦高、弦と指板との距離の微調整機構も兼ね備えていることが多い。粗悪な製品では、そもそもイントネーション機構がなかったり、あっても、音程のずれが調整範囲を超えていたりして、あるフレットポジション、例えば開放弦で音高を正確に調弦しても他の、 フレットを押さえた時に音程が明らかに狂っている、いわゆるフレット音痴のことがある。コマには、杖や竹な木材や、牛骨や硬質プラスティックのような内部損失が少なく軽くて変形しにくい材質が用いられる。エレクトリックギターなどでは、弦の振動を積極的に銅に伝える必要があまりないことや、蒸気のような調整機構を容易に実現するために、 金属製の過駒が用いられる。ことの他、三味線では、その音楽ジャンルにより、極めて多彩かつデリケートな駒のバリエーションが存在する。さらに個別のジャンル内においても、いくつもの種類の駒が使用される。特に自歌では、一人の演奏家でも、その日の天候や曲の雰囲気、革の張り具合などによって、多数の駒を使い分けることが普通に行われる。 弦の振動を長を自由に短くするためには、指や爪や、それに代わるもので弦を押さえるが、弦を押さえつける板を指板という。竜と属の楽器では、ネック、竿と、指板とが一体化しているものもさわ。指板に指で弦を押さえつけると、指が弦の振動を吸収する。これは、高音の発言で著しい。このため、指が弦の振動に直接当たらないように、 指板状にコマ状のものを取り付けることが行われる。これをフレットと言い,い、ギターなどで備えている。フレットは半音刻みの感覚で打たれている。フレットのある楽器では、フレットを挟んで振動しない側の弦を指で押さえる。琵琶ではという、共鳴道にほじった、通気口音という、音色に大きな影響を与える。リュートやギターでは一個で、円形ないし楕円形である。 バイオリン族では F ザ型の穴を左右対称に2つ持ち F 字庫と呼ぶ。琵琶も同様だが半月型をしており半月と呼ぶ。バイオリン族の楽器では表板と裏板の間に魂柱という柱が立っていて駒から伝えられた弦の振動を裏板に伝える。ギターでは響き板の裏に複数の角材を貼り付け薄い。 約 3mm 響き板を補強するとともに固有振動数を分散させて音色をまろやかにする。ビワ、楽ビワを除く、シャミセン、シタール、タンブーラなどでは楽器、フレット、コマなどに弦が振動した時に一部が触れてビーンという音が出る仕組みがある。これを日本ではサワリ、サワリ、インドではジャワリという。指で弦を押さえて 音を変える楽器において、指で押さえていない状態を解放弦という。バイオリン族の楽器のように、フレットのない楽器では、他の指で振動が吸収される音と音色が違ったり、ビブラートがかけられないので、使用が控えられることがあるが、音としては、指を押さえて出す音よりも、音量も大きく、豊かな良い音が出るので、意図的に指定して使用することもある。 バッハの無伴奏チェロ組曲の後半の作品は5弦のチェロでの演奏を前提としており、これを現代の4弦のチェロで演奏しようとすると、本来あるべき5番目の弦の開放を使用できないので、苦労することになる。逆にシャミセンなどの和楽器は開放弦に音階上の主要音を設定し多用することが多い。こうすることにより、演奏しやすくしたり、共鳴を豊かにする効果がある。 同様の例は、西洋楽器でも、ビオールなどに見られる。超弦、チューニングとは、糸巻きで弦の聴力を変えるなどして、開放弦の音の高さを設定すること。作曲者の指示などにより、楽器本来の超弦法と違う音に合わせることを、スコルダ・トゥーラという。バイオリン族では、ほとんどの場合どんな曲でも、同じ超弦で演奏されるが、シャミセンやことには、 たくさんの調弦の種類がある。また途中で調弦を変える曲も非常に多い。ギターではほとんどの場合標準チューニングが使われるが変速チューニングを好む奏者も多い。また、スティールギターではスライドバーを使って弦の振動調を変えるため和音の音程、音高ではないが開放弦といつも同じなので調弦の異なる複数のギターを並べて演奏することがある。 弦の張力を変えて、音の高さを変える奏法。楽器によって、弦を横に弾いたり、縦に押し込んだりする。ピッチカートとは、発言楽器でない楽器で弦を弾く奏法。発言楽器であるギターでは、ブリッジへまたはその近くの弦上に、手のひらの小指側を置き、弦の振動を制限することにより、濁ったポツポツを言う音にする奏法のこと。ビブラートとは、 音を揺らす奏法。弦を押さえる指などを揺らして、弦長、聴力、弓の当たり方、楽器全体の位置を変えることにより、音高、音色、音強し、響き方を小刻みに変化させる。ビブラートは耳には音色の変化として捉えられることが多い。ビブラートの使用により、音に空間的な響きが与えられ、ピチカート奏法では、音の持続時間を多少長くすることができる。 また、音高に幅ができるため、音程が合わない深いさが軽減される。和楽器では意味のニュアンスは若干異なるが、ゆすりという。バイオリン族の楽器では、コマに弱音器をつけて音色を和らげ、音響を弱めることがある。三味線には、忍び駒という弱音用のコマがある。弦楽合奏。 ストリングスオーケストラとは弦楽器の合奏形態あるいはその形態で演奏される楽曲のことを指す。ここで言う弦とはバイオリン族の楽器のことを指す。すなわち、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスで編成される。弦楽器の合奏形態は他にギターオーケストラ、マンドリンオーケストラなどがある。江戸時代、東密座に属する盲人音楽家が専門とした3種の 弦楽器である、自由多三味線、こと、呼吸を総称して三曲と呼び、またこれらの音楽のことも指した。また三曲による合奏を三曲合奏と呼ぶ。幕末、明治以降尺八が参入し、現在は、三味線、こと、尺八の編成で行われることが多いが、本来の呼吸入り合奏も行われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。